皆さんこんにちは、ウイキ博士です。今回の動画では井川遥さんの紹介をします。それでは本編へどうぞ。井川遥、1976年6月29日生まれ、日本の女優、東京都出身、 FMG 所属、略歴1976年東京都墨田区出身。その後は練馬区で育ち、東横学園女子短期大学を卒業。短大卒業後は、オフェンスラインとて会社に勤務したが半年で退社し、モデルを始めた。1999年、東洋坊水着サマーキャンペーンガールとして本格的に芸能界デビュー。翌年には、アサヒビールイメージガールに選出され、グラビアアイドルとして、雑誌などにも多く登場するようになり、飯島直子に始まった、いわゆる、癒し系アイドルブームの後継者としても人気を得た。その後は、雑誌モデルのほか、女優として、多くの、テレビドラマ、映画、舞台などに出演している。2010年頃から主婦向け雑誌、ベリー、公文社で毎月カバーキャラクターを務めている。2013年、ドラマ、ガラスの家で初主演。私生活、2006年、14歳年上のファッションデザイナーで、ブランド、エイトのプロデューサーである、松本阿藤と結婚。松本の父は元パイオニア会長である松本冠や、2009年6月28日、第一となる女児を出産した。2012年7月、公式サイトで第二子となる男児の出産を発表。身長、167cm。血液型、B 型。職業、女優。ジャンル、映画、テレビドラマ。活動期間、1999年から